2007年の冬頃、葬儀屋でバイトをしていた頃のこと。全国展開している某会社で、よく募集はあるし、元ヤンが多いと地元で有名なところだったけど、時給が良く、場所も家から近いので働いていた。実際は元ヤンなのかどうかはわからないが、柄の悪い人や、きつい性格の人が多かったと思う。対人関係が理由で辞めた人も多かった。自分は気にしてない方だったけど、1年ほどで辞めてしまった。なぜならその1年の間に結構オカルトチックなことがあったからだ。葬儀屋の冬は客が多くて忙しい。お年寄りの個人が多かった。自分は断りベタだったので、人が足りないと頼まれると無理して入っていた。一日14時間労働やきつい先輩との絡みで正直疲れていた。最初は頭痛に肩こり、腰痛と単純に疲労だと思っていた。実家暮らしなんだけど、ある日僕の疲労が母親に移った。風邪かと思ったが、熱も咳もない。二人でサロンパスを張りまくっていた。そのうち、黒い影が家の中をうろつくようになった。茶トラの猫を飼っているんだけど、その影が猫と同じ大きさぐらいなので、見かけても見間違いだと気にしなかった。その他、家のバイオリンが夜中に響いたり、寝ていると頭を叩かれて、びっくりして上を見ると、次は顔を叩かれたり、金魚の糞のような20センチほどの長い光が浮いていたり、朝起きたら髪の毛の先っちょ何本かに糸くずが絡んでいたりと、怪奇現象としてはちょっとしょぼいことがいろいろあった。疲れているので家ではすぐ寝てしまうし、気にならなくはないが、ほったらかしていた。ある日、ちょっと遠くから来た檀家の住職さんの控え室にお茶を出しに行ったとき、いきなり体中を触られて説教された。毎日お経を読めとか、しんどい時は仕事を断れとか言われた。突然体を触られたので、なんだこの人、というのが顔に出ていたのか、住職さんはちょっと怒り気味に、あのね、最近ずっと体しんどいでしょ？そいじゃ家にも連れて帰ってるから休まらんよ、と言われた。ゾワッと鳥肌が立って吐きそうなほど気持ち悪くなった。君は人がいいからしがみつかれて頭の上に頭が乗ってるわ。そのうちお腹も痛くなるよ。正座して膝に置いていた手に水滴のようなものがポタポタと落ちてきてびっくりした。なんと僕はその時泣いていた。涙がポロポロ落ちていたけど、僕自身には泣いている感覚はなかった。住職さんが、今日のお通夜で〇〇を読むからあんたも読みなさい、と言った。その〇〇というのは何て言ったか覚えてないんだけど、小さな教本のようなものを渡された。仕事があるので、お通夜の間中読んでいるわけにはいかないし、その小さな本は集まった親族にも配られていたものだった。お通夜が終わって住職さんに本を返してお茶を出しにまた控え室に行ったら、くどくどと説教されて、その日はぐったりと疲れてしまった。家に帰ったんだけど、いつもよりも体がだるいなと思っていたら、熱が出始めて、体の節々が痛くなり、動けないほど辛くなって、
生まれて初めて救急車を呼んだ。熱は42度ぐらいあって、体温計を何度も渡された。点滴をしてもらって、そのまま入院。あまりの苦しさに、気絶に近いくらい寝落ちた。気づいたら朝だった。汗や涙や鼻水など、体中がびしょびしょだったけど、すごくすっきりしていた。まだ体はだるいが、力が抜けて軽くなったような、そんな感じだった。結局、二日間入院しただけで、薬をもらってすぐに帰れた。体重は5キロほど落ちていた。職場にはインフルエンザと連絡していたので、2週間ほど休んで体重も元に戻った。職場復帰して、その2ヶ月後には辞めたんだけど、その間に猫ぐらいの大きさの薄いクリーム色の狐のようなものを何度か見かけたりした。今では変な現象は全然なくなったけど、葬儀屋でバイトしていた頃、母から、連れて帰ってくるな、と言われていた。結局、母について行ったのか、母の職場の飲食店で何度か黒い影が見えたが、それもいつの間にかいなくなった。僕が小学生の時住んでいた3階建てのマンションの500メートルくらい先に、飛び降り自殺が頻繁に起こることで有名な15階建てのマンションがあった。不思議なのは、高いマンションはそこだけではなく、少し行ったところにも13階建てのマンションがあるのに、その15階建てのマンションでしか飛び降りたという話を聞かないこと。しかもその飛び降りは、なぜか必ず14階からで、飛び降りた場所も皆一緒だそうで、その場所は呪われているんじゃないかと噂されていた。僕は、所詮噂だろ?という程度にしか思っていなくて、一度その噂の現場に行ってそこから下を見下ろしたりしてみたが、高いし何か引き込まれそうな感覚っていうのはあったけど、特に異変はなし。そのマンションに住んでいる友人からリアルな現場の話なんか聞かせてもらったりしていたが、結局僕自身何も起こらないことと、そこから飛び降りて亡くなった方は確かにいるけど、呪いとかそういうものは信憑性がないからと、ガセネタ確定だと思っていた。僕のマンションというのが、そのマンションの近くに立っていたんだが、時折自分の家の窓からそのマンションを眺めたりしていた。夕暮れ時、夕日に照らされたマンションはとても綺麗だった。噂の呪われた14階のあの場所もそこから見えていた。その日も僕は宿題の途中でぼーっとそのマンションを眺めていた。ああ、夕日綺麗だなあ、と考えながら見ていると、ふとあの14階のあの場所に人が立っていることに気がついた。その小指ぐらいのシルエットは特に何をするでもなくそこに突っ立っていた。その時の僕は、ああ、あの人も噂を聞いて見に来たのかな、なんて考えていた。そしてそのまま何の気なしにそのシルエットを眺めていた。そもそもそれが間違いだった。10分かそこらか、夕日も落ち始めた頃、なかなか立ち去らないシルエットを眺めているのに飽きた僕は、そろそろ宿題を再開しようと
視線をそらそうとした。するとそれが急に動き出した。あ、と思ったその瞬間、その影はゆっくりと14階から落ちていった。おい、マジか。突然のことにパニックになって、まずは事実確認をしなければと、そのマンションに住んでいる友人に電話をしてみる。友人に確認してもらうと、何もないとのこと。おかしい、僕は確かに見たのに。どうしても信じられなくてそのマンションへ行ってみたが、確かに何もない。友人と合流して、ほらな、と言われた。あんな幻覚を見るなんて疲れてるのかな、と思いながら上を見上げてみた。14階のあの場所、何かがちらりと横切った気がした。なぜか急にそれ以上そこにいるのが嫌になって、友人に何度も謝りながら急いで家に帰った。友人が最後に言った。そんな冗談はやめてくれ。住んでるもんの身にもなってくれ。という言葉がしばらく頭から離れなかった。それからはそのマンションに近づかなくなったし、見ないようにしていたので、あの時僕が見たシルエットが何だったのかはわからずじまい。僕の当時のビビり具合は半端ではなく、悪いとは思ったが、しばらくは友人の家にも遊びに行けなくなった。あの時、あのシルエットの正体を暴いていたら、怖い目に遭っていたのかな、と思い出して、今更ながらゾッとした。それでもあれは一体何だったんだろうと、やはり気になる出来事でした。